どう最近ひなぴよです。さあ、じゃあ今日も蛇の命の続きをやっていこうかなと思うんですけど、1時間ぐらい休憩挟んだので、前回みたいな口の回らなさではないような気はします。1本目撮るときは普通に喋れて、2本目ぐらいからね、ちょっともう口が回らなくなってくるのね。で、今これ今日3本目だから、ちょっと回らない可能性が高いなと思って1時間ぐらい休憩を取ったので、多少マシになってるかもしれません。ということで早速続きやっていきましょう。はい。殺人も停電も操作令状も地震も電気制御室と連動していたよ。そしてその電気制御室を無償で提供したのは救世主 X、 土の子、制御装置配りおじさん。いやー、選びてーわー、制御装置配りおじさん。いいなー、これちょっとツイッターの名前とかにしたいぐらいのなんか語呂の良さだな。ちょっと HP8 あるから多分減ったとしても3でしょ、マイナス3。ちょっと制御装置配りおじさんなんじゃないですかね。お金なら配られて嬉しいけど、こんなクソ装置いらないよ。確かにいらないね。あ、いててて。はい、救世主 X です。そうだね、救世主 X が設備を無償提供した理由だんだん分かってきたよ。救世主 X 側の動機はもういい。逆に旅館側にとってはどうだ。無償だろうとこんな場所を取る装置を置くことを旅館が許可するわけないって話だ。電気制御したいから許可、インスタ映えするから許可、地下だから許可。まあインスタ映えかな。いや、地下でしょうね。そうだよ、地下は宿泊部屋にも使えないから場所を取っても影響が少ないよ。地下だけに地下が安かったって勝手に進まないで。地下だろうが旅館側にとって意図の見えない状況で謎の設備が置かれるなど気味が悪くて拒否するはずだ。せやな。ヘビ従業員、うまいこと言わせてもらえなかったね。ピエンだね。旅館側から見た救世主 X の見えていた意図は、土の子100万ゴールドの意図、お詫びの意図、ヘビボール集めの意図、イスラエルからユダヤを追放する意図。いや、この辺はちょっと危ないところなんで、ちょっとね、触れられないですね。お詫びの意図でしょうね。そうだよ、ここでお詫びの意図だよ。救世主 X にはお詫びという表面上の意図があったから、怪しまれずに電気制御室を設置できたんだよ。もう救世主 X の意義内容も苦しくなってるわね。そろそろ限界が近づいてるんじゃないの。黙れ、旅館側の動機の件はもういい。法律面ではどうだ。攻撃力10を超える違法兵器である以上、いつ警察に差し押さえられてもおかしくないだろう。地下にあるから見つけられない、違法兵器ではないから押収されない。うん、こっちでしょうね。違法兵器、まあ常に攻撃力10あるわけじゃなくて、その攻撃力換算で10以上になっちゃう時もあるよっていうものだから、あくまで違法兵器ではないのでね、押収はされないでしょう。そうだよ、建前上は最大でも攻撃力9、違法兵器とは扱われないよ。攻撃力を10を超えていなくても、こんな怪しい設備いつ押収されてもおかしくないだろう。いや、それはね、警察側がこういうブラックドクターとか無能の刑事だったから目をつぶってもらえてたってことでしょう。なんだよそりゃ、もはやロジックの枠超えちゃってるよ。黙れ、矛盾がある限り食らいつくまでのことだ。さすが不死鳥のごとくしぶといって言われてただけのことはあるね。布でかぶせて見つからないようにする、わざと見つけない、思い出す、こういうことでしょう。わざと見つけないんでしょ。まあ一応思い出しましょう。その刑事さんが怪しいのは今回の件だけじゃないよ。この旅館で過去にも監禁騒動が起きた件、毎回この刑事さんたちがいるとき。はい、わざと見つけていません。そうだよ、そもそも派遣されてくる警察が毎回この刑事たちなんだよ。設備提供した張本人ならわざと見つけなければいい話だよ。わざと見つけないわけにもいかないんだよ。捜査令状の任務が違法兵器を見つけることだと推理したよな。発想を逆転してみろ、見つけられないってことは我々の任務失敗ってことだ。毎回違法兵器を見つけられずに帰る失態だらけの人間が毎回旅館捜索に選抜されるのは不自然だろう。確かにな。うん、そうだよな。確かに相当なコネでもない限り旅館捜査に任命されることはなさそうだよ。実績があるから選抜された、コネを最大限に活用、忖度されている。逆転の発想、うわ、忖度されているって、なんか忖度って言葉いっぱい出てきたよね、蛇の命でて。逆転の発想、
違法兵器の捜索の手柄を持ち帰れないのなら別の手柄を持ち帰ればいい。なるほどね。ってことは実績があるから選抜された、そういうことだね。他の件で実績があるから、まあ今回も任せるかみたいな、今回こそ頼むぞみたいな感じだったの。一度も違法兵器を見つけられないのに実績だと、他にどんな実績があるってんだ。違法兵器は見つけられないが、代わりにあの実績を持っていたはず。これだね、無敗の刑事の称号かっこ笑いね。そうだよ、このための無敗の刑事の称号だよ。令状による違法兵器を見つけられなくても、代わりに得意のミスリードで刑事を誘導し手柄を上げることは可能だよ。それが誤認逮捕でも捕まえれば手柄に悪あがるのね。うん、そうだね噛んだね。それが誤認逮捕でも捕まえれば手柄になるわけだね。それは確実に手柄を上げられればの話だろう。旅館で事件が起きなかったら手柄も何も獲得できないぞ。いざとなったら蛇を殺すなり、自分で事件を起こすこともできるよ。いくら蛇の命が軽いからと簡単に殺せるものではないんだよ。それも警察側の人間が殺したとなれば、バレた時のリスクは高いからな。絶対バレずにヘビを殺害する方法は、逆転の発想で OK。 遠距離からヘビを殺す、ヘビを殺さなければいい。逆転の発想っていうことはヘビを殺さなければいいってことだよね。ヘビを殺さなければヘビ殺しがバレないだ。ヘビが殺されなければ手柄になる事件も起きないだろうが。ヘビが事故死すればいい、他人に殺してもらえばいい、こういうことです。ハンターも、ムカデも殺してるもんね、ヘビのことをね。他人が殺すかどうかも、手柄に飢えた刑事を誘導するのは簡単でも、見ず知らずの客をどうやって誘導する。客にヘビを殺すように誘導したテクニック、もちろんこれだ。ツチノコの手配書。そうだよ、ツチノコ100万ゴールドのデマ情報を流してヘビ殺害事件を誘導したんだよ。ツチノコ話はデマだと証言したはずだ。いくらツチノコ手配書を見せようが、当のツチノコが架空の存在なら殺人なんて起こせねえだろ。催眠術にかければいい、ツチノコを作り出せばいい。ツチノコを作り出すだと、ふざけた名言ばかり作り出しやがって。ツチノコを作り出した方法、証拠を提示しやがれ。それは人工温泉じゃないの、この合成着色料じゃないの。え、ツチノコを作り出した方法、あ、ツチノコを作り出した方法、これもツチノコの手配書。これもツチノコの手配書じゃない。手配書でまあ存在しないものを警察側が提示したからってことじゃないの。違う。うわ、開いて。ツチノコは茶色。ああ、そうかそうかそうか。あれだ、人工温泉だ。やべえ、HP が2しかない。ちょっとポーション使っていいっすか。よいしょ。証拠品を提出するんじゃなくて、ただポーションを飲むだけなの。この弁論対決で生き残るためらしいから仕方ないよ。よし、回復したら一旦仕切り直すよ。ツチノコを作り出した方法は人工温泉。そうだよね、ヘビたちが殺されてた場所が温泉なんだから。で、温泉で色がこう合成着色料によって変色してしまったのを、ツチノコだと勘違いしたハンターやムカデが殺したってことよね。そうだよ、ここでお待ちかねの人工温泉だよ。人工温泉に含まれる合成着色料でヘビを茶色に染めればツチノコの完成だよ。人工温泉を無償で提供したのも救世主 X だったわね。ついに出揃ったよ、救世主 X が地下を掘った動機の全てが。動機はツチノコだとかミスリードされてたけど、完全に逆だったんだよ。今ならわかるはず、救世主 X が様々なリスクを犯してまで地下を掘った動機は、地下を掘るリスクそのものが動機。そう、
救世主 X の動機はツチノコではなく、ツチノコ以外のすべてのこと。旅館を沈没させること、地下を下げること、部屋を狭くすること、違法になること、お詫びをすること、地下を作成すること、地震を起こしやすくすること、電気制御室を提供すること、人工温泉を提供すること、地下を掘るリスクそのものが救世主 X の動機だったんだよ。ついに旅館の全貌が見えたところで、あなたのターンです。まあ休憩しつつ予習、そしてもちろんセーブもしましょう。もうやりたい放題だよ。自分の家と勘違いしているタイプの蛇だよ。とりあえず回復と経験値の後にセーブ画面を開くよ。その辺の床に寝転がって HP が10回復しました。予習で経験値を1000獲得しました。これでマックスだね。じゃあそろそろ潮時なんじゃないですか、ブラックドクターさん。セーブします。再開だよ。ついに呪われた旅館の全システムが解明されたよ。まずはヘビボール持ちのヘビ客が来客時、地下では電力融合が発生し停電。その停電電力融合を警察犬が違法兵器と勘違いして捜査令状が発布され、救世主 X が旅館に派遣。令状と同時に停電、地震、雪崩のコンボで玄関を封鎖。旅館に派遣された救世主 X はヘビを殺しそうな客を見つけ、ツチノコのデマ情報を流す。裏口は金の扉で封鎖、ついでに7770ゴールドで爆弾解除の話を持ちかけ、ヘビボールの売却も促す。ヘビが殺害されれば死体の鑑識や誤認逮捕でヘビボール回収を狙う。すべては救世主 X がヘビボールを集めるために設計された旅館。そう、この呪われた旅館の正体は全自動ヘビ殺し機だったんだよ。確かにヘビ殺しに特化した旅館だ。だがそれと同時に新たな矛盾が生まれちまったな。矛盾だって、ヘビ殺しに特化した旅館なのに被害者のほとんどがヘビ以外ってことだ。確かに救世主 X の目的はヘビボールだから、ヘビ以外を殺す必要はないはずだよ。まず殺されてたのはハンターとムカデね。殺されてる以上黒幕側の動機があるはずよ。救世主 X がハンタームカデを殺した動機はクソ野郎だったから。うん、それはあると思う。ツチノコの剣の口封じ、うん、まあこれが妥当でしょうね。この二人だけがツチノコの情報を知ってたわけだから。そうだね、ツチノコの剣の口封じだね。ハンターもムカデも動機を追求する直前のタイミングで警察が中断した後殺されてるからね。確かにそうだ、今日はこれでやめとこうぜとか言って次の日に持ち越しってなった途端にハンターが死んで、ちょっと一回休憩しませんか、パスタ食いましょうよって言ってムカデが死んでるからね。ツチノコ情報が明るみに出れば殺す側も殺される側のヘビにも警戒されるのを避けたんだろうね。ハンターやムカデを殺す動機が口封じだったなら、オカミを殺害した動機はどうなる。その時点でツチノコ騒動はネタバレ済みだから口封じにはならないぜ。救世主 X が旅館の女将を殺害した動機は、わからない場合は消去法で OK。 死の子情報に騙された腹いせ、弱みがあった、クソババアだったからまあ土の子情報に騙された腹いせではない、まあクソババアだった可能性はなきにしもあらずだけど、いい人だったもんね。まあいい人、うん、いやそんなことはないか、旅館のことのためなら何でもするよみたいなタイプだったけど、旅館のことを大事にしてたのは本当だったから、これでしょうね。私が前にも言ったけど、こうちょっと情報を持ってそうだったもんね、旅館の女将はね。だから警察側に何か弱みがあったんじゃないでしょうか。はい、弱み？逆だろうが、お前の今までの推理では旅館サイドが弱みを握られている側だったはずだ。旅館側の弱みといえばこれだ。まあ弱みはいっぱいあるけどね。うん、人工温泉。そうだよ、
地下を何度かガサ入れされてる以上、人工温泉は旅館の弱みになってたはずだよ。そのガサ入れしてる人物とその弱み、人工温泉を提供した張本人とか同一人物などと知る由もないからね。とにかく殺害動機が逆転しちまってるんだよ。弱みを握られた側が殺すのならわかるが、弱みを握った側が殺す必要ないだろう。弱みが逆転した？借金があった？借金とかではないだろうな。そんな話出てきてないもんね。弱みが逆転した？まあもうだって人工温泉の件はみんなにバレてるから、もう弱みじゃなくなったってことなんじゃないの？弱みが逆転？そうか、弱みがあったのは旅館側だけじゃないよ。黒幕側にも弱みがあったんだよ。電気制御室とか壁に固定されるヘビボールとか、地下には不審な要素が多いよ。そしてヘビ探偵が人工温泉の謎を暴いたことで旅館側の弱みがなくなった。実際弱みがなくなった途端に最後のバールを再販してたほどだしね。そしてその最後のバールによって開かれるのは救世主 X 側の弱み、電気制御室。旅館側の弱みがなくなり、黒幕側の弱みだけが残る。これは殺害動機になるよ。大した弱みじゃねえな。電気制御室もヘビボールも旅館の女将は用途を知らなかったし、電気制御室もヘビボールも旅館の女将は用途を知らなかったし、救世主 X の正体さえも知られちゃいない。弱みとしては弱すぎるんだよ。はっきり思い出せないけど、おかみさんは警察を疑ってたような記憶があるよ。そうだよね。だったら警察側も十分怪しいけどね、みたいなこと言ってたよね。旅館のおかみが疑っていた警察の不審な行動は、持ち物検査、ガサ入れ、凶器の押収、思い出す。ちょっと思い出しましょう。これね、これこれ。それに言わせてもらえば、警察だって十分怪しいけどね。昨夜ハンターが殺害された直前だって。部外者の人間がどうやって電気制御室まで侵入できたというんだ。警察側の人間には、不法侵入罪よりも強い法律、捜査令状があるんだよ。地下へのガサ入れだって可能なはずだよ。ガサ入れですね。そうだよ、ハンター殺害には地下の電気制御室を作動される必要があるよ。そのためにはガサ入れと称して、おかみさんに捜査令状で地下の鉄格子を開けてもらう必要もある。ハンターが感電死する直前に電気制御室をガサ入れ、これはタイミング的に疑られるやつだよ。疑われるじゃなくて疑られるなんだね。なるほどね。いや、発想を逆転しやがる。そのタイミングの地下ガサ入れは逆に言えばハンター殺害時のアリバイにもなるじゃないか。その段階では地下の電力融合でハンター殺害なんて発想なかったからな。それでもタイミング的に怪しいのは変わりないよ。怪しかったとして、旅館の女将に電力融合のトリック、ましてや黒幕まで特定できると思うか。女将さんには特定できなくても、ヘビ探偵ならそれができるよ。だからこそヘビ探偵に伝わる前に女将を口封じで殺したんだよ。ヘビ探偵だからと特定できるとは限らねえだろ。現に特定されてるじゃないの。その通り。救世主 X は何よりもヘビ探偵の推理を恐れていたんだよ。だからおかみさんも無敗の刑事も、秘密を握る人物を、全てを黒幕の自殺として終わらせようとしていたんだよ。もうお前が黒幕なのは誰の目から見ても明らかだよ。押し黙っちゃってるよ。反論がないってことは負けを認めたようね。反論がないのは負けを認める。逆だよ。勝利が確定したから反論する必要もなくなったのだよ。なんかあれだ、余裕顔に戻っちゃったね。残念だったな名探偵。よくできた推理だったが、一つ致命的な矛盾が生まれちまったな。矛盾だって？そこのヘビ探偵が以前まで推理してきたのは、救世主 X が理想の旅館、自動ヘビ殺し機を作り上げた話だったはずだが、しかしせっかくの理想の旅館も、殺人が起きれば旅館存続は困難。
それどころか旅館の女将が殺されれば理想の旅館が終わってしまうではないか。確かにこれじゃ今まで推理してきた救世主 X の目的と行動が逆転しちゃってるよ。自分の推理を自分で全否定。やってきたことは発想の逆転ではなく発想の逆走ってところか。まだだよ。ここまで来たからには逆転のチャンスはあるはずだよ。もう無理だ。自分の推理を自分で嘘だと証明したようなものだからな。もはや誰からも信頼を得られやしないさ。だが今すごいイントネーションが大変なことになった気がするけど、理想の旅館を作り上げる救世主 X と理想の旅館を破壊させる救世主 X との矛盾、今までの推理の真実を証明するにはロジックに頼る、感情論に頼る、数字に頼る。ここに来て感情論に頼るわけがないだろう。今まで何に頼ってきた？数字に頼ってきただろう。数字は嘘つかない。そうだよ、嘘になってしまった推理は数字で取り返すしかないよ。無駄なガキ。まずは黒幕の動機から逆算して考えるべきだよ。黒幕の動機は確かヘビボール。そうだね、ヘビボールだね。逆走から逆算に方針転換か。だが黒幕の動機がヘビボールなんぞ逆走どころか振り出しの話じゃねえか。その動機、ヘビボールを集めるさらなる動機が重要だよ。70万ゴールド以上の出費や労力を割いたからにはそれ以上の見返りがあるはずね。救世主 X にとって70万ゴールド以上の見返りがありそうなヘビボール利用価値は、転売するため宝石コレクション、願い事。これがそう、なんか随分前のパートかもしれないけど、あのヘビボールを複数個集めると金色のヘビが現れて願い事を叶えるみたいな話があるよってヘビが言ってたよね。でなんかそれドラゴンボールみたいだな、ハハハみたいな言ってたような気がするんだけど、ここでそれがつながるのか、願い事。そうだよ、願い事だよ。ヘビボールは数多く集めることでエネルギーを融合することができるけど、そのエネルギーが一定数以上になると金色のヘビが現れ願い事を叶えてくれるとかいう伝説もあるんだよ。願い事を叶えるのに必要なエネルギー数値いくつだったか忘れちゃったよ。願い事を叶えるのに必要なエネルギー数値は、忘れた場合は適当で OK。 あれなんかさ、地下で見たよね。なんだっけな、攻撃力20か30だ。10だったらだって普通にね出せちゃってるからね。30じゃない、30以上。そうだったよ、攻撃力換算で30以上のエネルギーを一点に集める必要があるんだよ。攻撃力30のエネルギーを集めるにはあの設備を使用するしかない。電気制御室。そうだね、電気制御室なら電力とヘビボールとの融合でエネルギーを集められそうだよ。残念だったな。電力制御室に出せるエネルギーは1から9まで。そしてヘビボールは2点のエネルギーを1点に集めることしかできないぞ。電気制御装置、1から9までの電力から2つ選んで融合させた場合、集められる最大エネルギーの数値は、9と8で17かな。うん、そうだよ、電力装置の9と8の電力を融合すれば最大17まで集められるよ。17まで出せるってことは、逆に言えば17までしか出せないってことだろ。そこから30に届かせるためにどんな武器が必要になる。武器？武器？届かせるために9から30。いや、30に届かせるには
2つのエネルギーを1つに融合させるんでしょ。だったら、9と8を合わせて17で、6と7を合わせて13で、その13と17を合わせて30にできるんじゃない。だから武器はいらないよ。これ多分ミスリードでしょ。だからヘビボールが必要なんじゃないの。おーしよしよし、いいぞいいぞ。ここでさらに追いヘビボール。武器だと吹き込んでおいたのに。よし、騙されねえぞブラックドクターさんよ。ある意味一番の武器だよヘビボールは。そうね、ヘビボールが願い事の必需品である以上、攻撃力30に到達できるアイテムはヘビボールしかないはずだよ。だがヘビボールの効力は2点のエネルギーを1点に集めるだけ。うん、だから私が言った方法だったら多分30になるでしょ。2つの数字では9足す8で17までが限界だ。諦めるんだな。2つの数字では9足す8で17が限界。30に到達させるには最低いくつの数字が必要？どういうこと？最低いくつの数字が必要？4つ。そうだね、9と8と7と6が必要。そうだよ、2つの数字を大きい方から使っていけば9足す8足す7足す6でギリギリ30に届く計算だよ。ヘビボールの使用は2点のエネルギーを1点に融合するだけだと言ったはずだ。4点のエネルギーを融合する性能などない。4つのエネルギーを融合する方法はヘビボール同士を並列にくっつける、融合した数値をさらに融合する、こっちだ。そうか、やっとわかったよ。融合した電力をさらに融合する形式なら2点ずつ融合するルールを守りながら4つの数字を融合することが可能だよ。そう、さっき言ってた方法こういうことだよね。9と8で17、7と6で13、13と17を足して30と。まだだ、その方法では相当数のヘビボールが必要になる。1,2,3,4,5,6,7、ヘビボールの数は足りるのか。攻撃力30のエネルギーを収集するのに必要なヘビボールの数は7個です。わからない場合は画像内を数えるか本家をパクれば OK。 あ、やっぱりドラゴンボールが本家なんですね。なるほど、7個集めれば願いが叶うんですよ。ついに判明したよ、願い事を叶える条件。30到達には9個の、あ、9個間違えました。増えちゃった2個。7個のヘビボールが必要になるんだよ。そうなると重要なのは今この旅館にあるヘビボールの合計数だよ。確か全部で 1,2,3,4,5,6、 旅館のヘビボールの合計数で、ヘビ探偵が持ってるのも合わせたら7個ある。うん、そうだよ、地下にあるヘビボールの数は6。つまりヘビ探偵の持ってるヘビボールさえ手に入れれば7個全てのヘビボールが揃うんだよ。今回で全ヘビボールが揃うから理想の旅館が存続不可能になろうが救世主 X には関係なかったわけね。今回の騒動だけ殺人が起きてたのもヘビボール集めの最終段階だからだね。最終段階だから刑事もおかみさんも旅館丸ごと切り捨てつつヘビボールを集めに行ったんだよ。救世主 X が作り上げた理想の旅館を救世主 X が破壊した矛盾、ようやく解消されたよ。全ての矛盾が解消されたところで最後の休憩ポイントになります。はい、ということでじゃあセーブして次回に続きます。これで次回通常モードの最終回なんじゃないかな、もしかすると。いや、長かったね、長かったけども早かったね、なんか面白くてあっという間だなこれ。いや、ついに追い詰めたぜブラックドクターさん。結構頭の回転早かったんじゃない私。どうだろう、なんかもう全部がつながっていくから勝手に、あ、こういうことかこういうことかってなっていくのが本当に面白いね。いや、これさ、このゲームやってると逆転裁判やりたくなるわ。今度もしかしたら逆転裁判の配信とかするかもしれませんね。ということでまた次回、おつぴよでーす。
セーブします。